タニア・ドネリーは、アメリカ合衆国のミュージシャン、シンガーソングライター。ロックバンド、スローイング・ミュージズ、ブリーダーズ、ベリーといったバンドでの活動で知られる。他にもソロで活動を行っている。8歳頃に、クリスティン・ハーシュと出会い友人同士となる。14歳頃に、父親からギターを譲り受け、同じ頃にギターを、父親から譲り受けたハーシュと共に、 ビートルズの曲を演奏し始め、高校時代にスローイングミュージーズを結成する。バンドは 4AD と契約し1984年にデビューを果たす。ドネリーはバンドでギター、ボーカル、ソングライターを担当した。スローイングミュージーズで活動する傍たら、1990年にピクシーズのキムディールと共にブリーダーズを結成し、同年にデビュー。ドネリーは 翌1991年にも新バンドベリーを結成し1992年にブリーダーズを脱退する。同年にベリーはデビューを果たした。1995年にドネリーはキャサリン・ホイールのシングルジュディ・ステアリング・アット・ザ・サンにボーカル参加した。1996年にベリーは解散し、以降はソロを中心に活動する。 1996年11月に EP スライディングダイビングをリリースし、1997年2月にソロでのファーストアルバムラブソングス4アンダードックスを発表した。2010年にはスピン氏に助産師としてのキャリアを開始したと紹介された。ありがとうございます。